数日経ったら B29 が来てキラキラキラーっていうか見たらビラル拾ってみたらこれがまたショックだった。毛筆で筆で地震の次は何をお見舞いしましょうかって書いたんだ。あ、じゃあアメリカは知っていた。知ってる。絶対これはね人に言っちゃいけないって地震のこと。それで秘密に、だからうちへはがき出すんでも地震がありましたなんて書いちゃいけないって。検閲だから全部手紙や。あ、それは軍からですか。だからね当時ねどういう地震なのか震源地はどこなのか何にも分かんない。ずっと分かんなかった。今回の地震の破壊の様子をもう一度丁寧に点検してみますと、通常とは異なりまして、複雑な形で、3回、まあ、3つ大きな巨大な地震が起こる、連続して発生する、このような起き方をしているということが分かりました。同じようなからくり始まったのはやっぱり明治時代ですね。明治時代から日本は植民地なんです、イギリスの。同じようなからくり始まったのはやっぱり明治時代ですね。明治時代から日本は植民地なんです、イギリスの。総務大臣政務官浜田和之君、お答えいたします。地震兵器とか自然改変装置というのは別にアメリカだけではなくて旧ソ連も今のロシアも中国も多くの国々がですね、研究開発に余念なく取り組んできた事実があります。でしかも地震あるいは津波人工的に起こすということは実は技術的には十分可能だと言われているのは国際政治軍事上においては、ね、常識化されているわけであります。そういった意味でスマトラ沖の問題にしてもそういう可能性があるということを十分踏まえた上で世界の国際政治の現実ということを捉える必要があるというのは私の基本的な考え方であります。